この4人絶対理想的に友達じゃないよ。いやほんまに世代どうなってんのこれ今。ブーちゃん今日もお疲れ様です。乾杯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 。僕がしていきます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 。僕がしていくって言ってるじゃん。だねどこまで帰るはてるっていうやつあるじゃないですか。ありますね。大嫌いです。それが嫌で社会そうなんです。僕はですね、飲み会が大の苦手でございます。はい、飲むという行為がね嫌いなんですよ。でそれもやっぱ飲ませるというねセルからダメなんですよね。まあ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 そういう風潮ありますね。基本的に俺はですねちょっと複数グループでの会話が苦手というね、致命的やんそれ。そういう面があるんでまあ飲み会とか嫌なんですよね。まあそんなお酒嫌いの僕でもなんとか酒を飲める方法を発明してしまいましたということで、そのね方法というのがですね、はい、1分間に一滴ずつお酒飲んだら絶対酔わないです。いやー危険やでお前ほんまに、はい、あ1分間に一滴だったらさすがに俺の肝臓のアルデヒドを分解する方がさすがに早いだろうというね。だから平行移動競争バトルですね。で一滴なんですけど、はい、考えたんですよ、はい、一滴の定義これわかりますか皆さん、はい、マドラーですこれ、はい、これを一滴と定義します今回。はい、それ一旦共洗いしといた方がいいんじゃないですか。あ、止まらない止まらない確かに止まらない人だもんね、確かに。というわけで、やっていきたいと思います。メイクイットバスボーイズ。お酒は二十歳になってから、ニンニン。よーてか俺さ、最近弱くなりすぎて、うん、飲み会の居酒屋行っただけで酔うの、うん、その空気中のアルコールで。そうもう先入会ね。そうそう、はい、はい、1滴目、はい、いきます、はい、いただきます。はい、スタート。あ暑くても涼しいよっていう虫は何？え、スズムシ？正解。最初やから間違えてほしくない。ちょっと怪しい、ちょっと怪しかった今なんかもう。これやばいかもしれない。ちょっともうえでしたい今。まだ一滴やで。一土手に生えているプーンと匂うものは何？のぐそ、のぐそ。まあそれそういう、そういうものを見たときお前はどういう反応を取る？くっそー。あ、惜しい。惜しい。惜しい。土手に生えてねえね。雑草。あ、おやだ、うわー。くるよび。くさ。くそゲーじゃねえかよ。いただきます、はい、たくさんの花が並ぶダウンは何？花壇。でかい。なんかちょっとスナップかと思ったの。ゼロ、10滴目ちょっとボーっとしてきたかもしれない。え、あもうちょっとなんか俺さ、ドゥーンってなってきたよね。ドゥーンドゥーンだーん。はい、ゾウはゾウでも体の中でドキドキしているゾウは何？安倍晋三。なんで晋三さん。正解です。アクション。はい、どうぞ。ゾウはゾウでも寝ている時に出てまたゾウかよ。寝ている時に出て自分では見られないゾウは何？えチンコ？なんでやの本気なのそれ。いやいや本気なのどっちなの。わかる本気どっちなの。貯金ばかりしている生き物は何？貯金魚。ヒント出します。はい、貯金ばかりしている生き物は何？あー、カニ。これ貯金っていうやつ結構だってまれやん、逆に。アクション。はい、どうぞ。たまにやってくる魚って何？ビンチョウマグロ、ビンチョウマグロ。あーでも、ちょっと味はいい線、味はいい線いってる。長時間合わなくて、サーモン、サーモン。あったらなんて言う俺に。それいい。いやいや、ビンチョウマグロ。それはお前、お前、俺。もうちょっと一般的な、一般的な、自己満足みたいな感じ。サーモン、サーモン、サーモン。サーモン、サーモン、サーモン。やば、やばすぎる。久しぶり、ブリ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 。まあ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 。あと40秒で、のように最高追いかける。30秒はい、10秒 5、4、3、2、1 はい、戻るぞまあお前、2秒前にチンコしまった。帽子にそっくりな鳥はない。ヒント、帽子は英語でハットというよ。だからだから
かよって。いやいや、もう答え言うたやん、お前。ハト。正解でございます。カメラ回ってへんかったら破りちぎるぐらい。真っ暗な空をパッと明るくしてすぐに消える。ビワナちゃん。ビ？真っ暗な空をパッと明るくしてすぐに消える。ビワナちゃん。空にパッと明るくするもの言ってみ。オーロラビー。いや、なんでそっち行っちゃった。花ビー。正解でございます。正解でございます。ビワナに。ゼロゼロ。値段が高いこと関西弁で。こっち高いな。いや、この服どやりで高いね。いや、まあ、それちょっと関西弁じゃない。ハットリヘイじゃったら。どやり。はい、ゼロー。答えは竹です。今の竹ってことです。竹って別に関西弁ちゃうし。竹じゃないじゃないですか。そっちか。ううな、な、な、なってどんな果物かな。これめっちゃむずいよ、次。次めっちゃむずい。やめて、ほんまに。木と語。記述の木と語学の語。食べるのが早いのはどっち？え、ちょっと待って。語。なんで？口があるから。正解。弱かったな、お前。弱かったな、これめっちゃ難しいね、これ。ダン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 。どんな食べ物？団子。正解。俺いる意味なくなったから。正解して。ほんまに俺よくわからんまま答えてるからでしょ。減った？減ってない。はい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 。全然減ってない。なんと言ってるのかな。87か394。花咲くよ。花が咲くよ。正解。何それ。何それ。はい、その傾向パート2。なんと言ってるのかな。373-4649。皆さんよろしく。正解。はい、でも同点。引き分け、引き分け、引き分け。演奏するとき2回音を鳴らしたのは誰。ブク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 。ブクブク。確かにあいつは2回音出すけど、答え音、うとうです。音、音。ちょっと、ちょっと上がんなって。そんなことない。そんなことないか。まだ耐えてます。まあまあ、まだ耐えてる。はい、今日は行行行行キキキキだね。これはどんな学校行事。始業式。あ、正解です。行行行行ジジジジ。強引やねそれ。ほんま。でもなんかちょっと寄ってるな。これなーに。ポポのポポポ。え。ポツダム宣言。麻生のチンコ。ポニーの散歩。正解。なんそれ。もう待って、ちょっと顔色悪い。嬉しい。せやけど。はい、というわけで、今はですね、大体200滴ぐらい飲んだんですけども、こんだけ減ったと思うじゃないですか。でも実際はね、まだね2時間経ったけど、実際飲んだら多分これぐらいだと思います。これぐらいなんですけども、正直だいぶ今頭痛い、眠たい、だるい。なんで次は、ここからはキムの通分をしてくれたら。言ってますね。言ってますね、今。言ってるな。だから今からあね、あれね、キムが通分を出すので、僕らはできたら酔ってないってことでいいでしょうか。はい、はい、2回間違えたら終わり。よーい、スタート。5分の2足す3分の1は、ちょっと何も残ってないよ。15分の11じゃん。4分の3引く3分の2は、絶対やる、絶対やる。ちょっともう一回言ってくれへん。4分の3引く3分の2は12分の9引く12分の3 12分の6、はい、2分の1、はい、終わりました。ということで、はい、203滴を持って、はい、通分ができなくなるという結論が加えられました。トイレに。皆さん、お酒は本当に危ないです。お酒は、ね、記憶を失ってしまうからね、本当に。はい、じゃあ皆さん、今日もお疲れ様でした。はい、大階段よー、はい、確かにこの終わり方結構飲み代わりある。
飲み会一応知ってるよっていうアピールですね。